ときめき映画の時間が始まりました。今回紹介する映画はこちら、バイプレイヤーズです。はい、あらすじお願いします。はい、こちらはですね、もともとテレビ東京のドラマで始まった映画なんですけども、大杉蓮さんが、その土台を作って、で、田口智朗さん、松重豊さん、三石健さん、円健さん、この4人が中心となってドラマと、さらにこの今回の映画化ということを進めてきたわけなんですけども、物語としてはですね、濱田岳さん演じる監督が、この100人の、役者とか使って、犬も1匹混じってるんですけども、このバイプレウッドという撮影所内でこの1本の映画を仕上げようじゃないかというところで奮闘していくわけなんですけども、まだまだね、豪華なキャスティング、天海祐希さんだとか有村架純ちゃん、もうそうそうたるメンバーでこのお祭り映画仕上がっております。しかも本人が本人役で演じられてて、この撮影所にみんな違う作品で集まってるっていうのが面白いですよね、本当に。ということで、ときめき映画ではレーダーチャートを作ってみました。はい、こちらです。はい、川瀬さん、気になったとこありますか？やっぱり大杉蓮さんがもうね、いらっしゃらないのが残念でしたね。不在が寂しいですね。確かにそうですね。本当、大杉蓮さんもこの映画楽しみにしてたんじゃないかなって思うんですけれども、田島さんは気になるところありますか？私このテレ東の本気度、こちらどういうことかと言いますと、映画見ていただいた方はお分かりかと思うんですけども、スクリーンのサイズですね、サイズがちゃんとこの横長のスクリーンのサイズなんですね、シネマスコープ、これどう後から処理したのかわからないですけども、ちゃんとその映画用のサイズとして見せている、ここに本気度を感じたわけなんですけどね。ドラマで見てた世界とまた違って見えて、また違ってね、本当に映画らしいになってますね。映画好きには本当に楽しめる映画じゃないかなと思う。裏側見れるんでね、音楽もクリッピーナッツが作ってて、楽しめる映画になっています。で、今回川瀬さんにはこんな絵を描いていただきました。やっぱり濱田岳さんが100人の名脇役たちを使って、銀河鉄道の夜を撮ろうって、そこでもう奮闘するんですよ、もう。で、いろんなトラブルにも遭遇するんですけど、本当にこういう映像は可能なのかなと思いまして、もうドキドキして見てたので、この絵を描きました。果たしてこんなような映画が作ることができるのかっていうのが物語の軸になってるわけなんですけど、あれ、なんかそんなスーツの人いたい気がするんですけど、実はですね、私もこの格好してるんですけども、この列車のですね、もしかしたら後ろの方に乗ってるかも分かりません。そんなわけないやん。絶対そんなわけないですか。ないそうね、言うてても100人もおるから分かれへんかなと思って。なんかこのときめき映画で田島さんの衣装が変わるっていうのは高齢化になってきそうな気がします。高齢化。次どんな服で来るんでしょうか。誰も待ってないよ今頃ね。ということで、次回のときめき映画でお会いしましょう。はい、はい、さよなら。